のかな、かな。ちょっとしたラッキーでさ、明日報告してやるよ。レナきっと羨ましがるぜ。なんだろうなんだろう。いいのいいの。そのラッキーって可愛いかな。多分かなり可愛いかも。いいのいいの。何かな何かな。どんな幸運に恵まれたのやら。あれ、ひょっとして二月くらい前にエンジェルモートで三角くじとか引いた？それに当たった？おいおい、俺は二月前にはまだ転校してきてないぞ。ああ、そっか。じゃあエンジェルのデザートフェスタでもないし。みーちゃん、エンジェルのデザートフェスタって何かな？ほら、沖ノ宮の駅前の正面にエンジェルモートっていうファミレスがあるじゃない？あそこではね、季節の変わり目に新デザートのお披露目イベントをやるんだよ。それが今日でね。あ、行っても無駄だよ。くじ当選者以外は入店できない貸し切りデーだから。レナも今度からお店に通ってみよう。頑張ってくじを当てて次のデザート食べ放題を狙うの。頑張れ。ちなみに聞いた話だと、当選くじはマニア垂涎のプラチナチケットで、闇では高値で取引されてるなんて噂が。ありがとな。そんなに価値があるものなんて俺全然知らなくて。ん？何？なんか言った？おじさんはこの辺で失礼するわ。今日のバイトはちょっとハードなんだよな。じゃあね。ねえケイチくん、なんだか兄ちゃん最近変なの。浮かれてるっていうか嬉しそうっていうか。お、そうなのか。知らないのかな。てっきり知ってるのかなって思って。知ってるって俺が何を。
でもね。みーちゃんね、つい最近ね、すごく傷つけられたの。傷つけって、え？はじめはあまり気にしてないふりをしてたけど、怪我と同じ。だんだん腫れてきた。じんじん腫れてきた。とうとう痛みがこらえられなくなって、夜中に目を覚ました。そして、レナに電話してきたの。みーちゃんは泣いてた。ごめん。それ、何の話だよ。何の話？レナは今、何か話をしてたのかな？かな？おい、そんなとぼけ方するなよ。今、レナは。知らない。レナは何も知らないよ。あうバカだな。調子に乗ってぐるぐる回ってるからだよ。ごめん。はあ、気持ち悪いかも。当選者なのか？チケットを持ってるのか？ああ。まあな。ラッキーだったんだ。そうだったのか。ますますレナや他のみんなを誘ってやるべきだった。親切にありがとう。でも今の話は聞かなかったことにするよ。その4名様までのお供に俺たちを。なんて身軽なやつ。取り押さえろ。
いらっしゃいませ。エンジェルモートへようこそいらっしゃいました。本日はデザートフェスタにつき、チケットのお客様のみの貸し切りになっております。チケットとご方面をお伺いしてもよろしいでしょうか？チケットはないけど名簿に名前があると思います。前原です。前原、あった。失礼ですが、フルネームでお伺いしてよろしいですか？圭一です。前原圭一。大変失礼いたしました。特別招待の前原圭一様ですね。お席へご案内いたします。どうぞこちらへ。いらっしゃいませ。ようこそエンジェルモートへ。よしよ、今日は本当にありがとうな。世話になりに来たぜ。ちょっと遅かったから心配しました。でも来てくれて嬉しいです。見ての通り、今日はお客さんがすっごいんで、定時に抜けさせてもらえるかちょっと自信がないんです。私の仕事が終わるまでのんびりしててくださいね。終わったら一緒に遊びに行きましょうね。お待たせしました。どう考えても一人で食う量じゃないかもしれないな。まあそれは置いておいて、エンジェルモート萌え。僕ですか？当選チケットは秘密ルートから7万で購入したつ。職場には親戚の葬式でと言ったにゃりよ。エンジェルは制服が最高にゃり。ウェイトレスさん、水とかズボンにこぼしてふきふきとかしてくれないかにゃー。にゃーにゃー。エンジェルモートのフィギュアが今度発売されるらしいでござるな。次のイベントは要注意でござる。そうぞ、今度大手フィギュアメーカーが商品化を決めたそうであります。発売日は要チェックなのであります。しかし大人買いするには種類が多すぎるのでごわすな。普通のファミレス制服のフィギュアなら10種類程度でごわすのに、今度のはシークレットポーズ差分込みでざっと100種類。ダブった時は誰かトレードしてもらいたいでおじゃる。ファンとしては即日コンプは義務。いや、君と僕とのディスティニーでおじゃるよ。
2のデザートは南国風シナモンのアバンチュールでございます。どうかなさいましたか？あ、いえ、なんかこう今日の店内は雰囲気が違うなと。うちのお店、その道の方々にはかなり有名らしいんです。まあそういう狙いのお店ですからいいんですけどね。でもイベントの日のお客様はちょっと濃いめの方が多いんで困っちゃいます。なんかお客の人たちも血走っててハイエナみたいですよね。今日のお客さんのほとんどはかなり遠方から無理してきてるみたいですからね。そういう方々ってハメを外しやすいんでちょっと怖いんです。ちゃんとガードを固めておかないと大変なんですから。ジーンズ専門店で1800円のしたズボンが生クリームでベトベトにゃいよ。これはひどいですにゃ。ウェイトレスさんが誠心誠意ふきふきするしかないでござるにゃ。園崎さん、足を引っ掛けられたんですね。ああやってわざと衣服を汚させて絡んでくるお客が最近多いんですよ。あ、足を引っ掛けてだって？じゃあ、今のあれも事故じゃなくて恋？メインの女の子は十分気をつけてますから絶対ああはならないんですけど、園崎さんは短期バイトだからまだガードが甘くて、今日のお客様たちにも早々に見破られちゃったみたいで、朝からあんな感じで絡まれてるんです。店長とかは何やってんだよ。あんな不良な客は追い出せよ。さあ、ふきふきするでござるよ。私だって怖かったですよ。でも他ならぬケイちゃんのピンチだし、勇気出して頑張りましたってことです。
さあ観念するでござる。ほっほっほー、やかましいぞ重量オーバー。俺の目が黒いうちに出て失せろ。ケイちゃん、分かっておらんでござるな。そのスタッフが世のオズボンに粗相したのでござるよ。これはお仕置きなのでござる。お仕置きが必要なのはてめえの方だ。男なら能書き白だ。腕で物を言ってみろ。オタクは意外にマイナーな武道を会得していることが多いでござるから、甘く見ると大変でござるよ。ケイちゃん大丈夫？シオンは足を引っ掛けられたんだろう。向こうが悪いんだから、つけ上がらせることなんかないぞ。そうだけど、でもやっぱり悪いのは私だし。もう一度だ。行くぞ。これくらいでへこたれるケイチ様だと思うなよ。もう一度だ。うちほどにもないでござるよ。まだまだ。修行が足りないでござるよ、ヤングメーン。怪我しなくてよかったですね。大丈夫ですか？私なんかのために
すみませんでした。俺こそ役に立たなくてすまん。俺喧嘩って勝ったことないし。私のために助けに来てくれただけで嬉しかったです。本当ですよ。それだけでも今日はケイちゃんに来てもらえてよかったかなって。園崎さん、R入ってもいいですよ。あと 1,2 時間でしょ。いいんです。バイトとはいえお給料もらってる身ですから、時間内はちゃんと働きたいんです。だから本当お気遣いなく。しないでデザートいっぱい食べててくださいね。一通り食べ終わったらアンケートを書いてもらいますので。じゃあ私ホールに戻りますね。すいません、ウェイトレスさん、電話借りたいんですけど。電話ですか？レジ横にございますよ。ご案内いたします。確かチケット1枚で4人まで OK なんですよね。あと3人呼んでもいいんですよね。ええ、そうですけど、一応名簿に書きますのでお名前を伺ってもよろしいですか？名簿には竜宮レナ、それから北条里子、古出梨花で。かしこまりました。受けたまわります。好きなだけ食ってくれ。俺の分なんか気にするな。ケイチさん、茶番は結構でございますのよ。要件に入ってほしいですわ。頼む。俺の不甲斐なさを笑ってもいい。力を貸してくれ。どうしたのかな。何があったんだろう、太郎。実はミオンの妹のシオンがこの店でバイト中なんだ。ああ、話に聞いてた
みーちゃんの妹さんだね。ひょっとしてあれかな、あれかな。似てるね、似てるね。似てるも何も、髪を下ろしただけの本人ではありませんの？ケイチがシオンだと言うから、シオンなのですよ。いくら双子だって、あんなにうり二つになるもんなんですの？一卵性ソーセージって言ってね、本当にそっくりの双子ってこともあるんだって。納得してもらえたかな。それで本題だ。それはひどいね。しーちゃんかわいそう。しかし、それを助けられないなんて、みっともないにも程がありますわよ。それについては、返す言葉がない。さとこちゃん、負けを認めて助けを求めるのって、とっても難しいことなの。ケイチ君は、変なプライドなんかより、しーちゃんを助けることを選んだんだよ。ふん、情けないですこと。で、僕たちは何をするですか？そんなところだと思ってましたわ。ケイチさん一人には少々荷が重すぎますもの。え、じゃあ助けてくれるのか？当然だよ、ケイチくん。私たちは誰がいじめられても助けに行くよ。すまん、恩に着る。一人で頑張ったけど、歯が立たなくてかわいそかわいそです。もろもろの都合によりミオンは参戦できないので、臨時に俺が指揮を取る。作戦内容はシオンの護衛と敵勢力の殲滅。敵って誰かな？いっぱいいるのかな？現時刻以降、シオンにちょっかいを出そうとする全個人、全勢力を敵と認める。交戦規定はなし。報酬は今食ったデザート。質問はあるか？なんだい、リカちゃん。手加減は必要ですか？不要に決まってますわ。ミオさんの妹に狼藉を働く輩に手加減なんか不要ですの。いいんですね、ケイチ。全責任は俺、前原ケイチが取る。蹴散らしてやれ。レナも頑張るぞ。すまん、
よろしく頼む。ケイチさん、そんなに力まなくても大丈夫ですのよ。まあご覧あそばせ。ケイチさんがそのパフェを食べ終わる頃にはお掃除は終わってましたよ。ではみんな頑張りましょうですよ。ファイト、オーです。オその勝ちさん、7番テーブルにデラックスパフェを5つお願いします。あ、はい。クどうしよう、また来たでござるよ。今度はミーのおズボンにぶっかけさせて一層念入りにふきふきしてもらうにより。ケイチより出ない。5、6番テーブル付近で待ち伏せだ。レナ、聞こえてるか？お店の制服かわいいね。はう、お持ち帰り。会状態シンクロ率 120% 勝ったな。あの状態のレナさんには地球上のどんな物理法則も通用しませんわ。今でござるよ、同志諸君。世界の輝ける明星にして偉大なる総統閣下万歳。さすがはレナさん、いつ見ても恐ろしいキレですわね。ああ、絶対的なガードだ。半径2メートル以内で行われるシオンへのあらゆる攻撃をレナは完全なカウンターで粉砕する。より出ない。ご苦労だった。引き続き護衛を続けてくれ。それからお持ち帰りは不可。繰り返す、お持ち帰りは不可。
見てるだけだよ、見てるだけ。現時刻をもって敵勢力識別を完了。次のフェーズへ移行する。圭一より佐渡子だ。そっちはどうなってる？佐渡子ですわよ。どうなってるとはひどい言い方でございますわね。圭一さん、私を誰だと思っておいでですの？ちょっと、さっきから何をしてるの？まあまあ、その崎さ、いいからいいから、彼女に任せておいて。それよりもこのオーダー、全部一度に行くから、お願いね。分かってるだろうが、手をつけるなよ。自分の身が大事なら。分かってるけど、佐渡子、何を混ぜた？塩やタバスコってわけじゃないだろ。あら、ケイチさんが言ったんですよ。手加減無用って。私、こう見えても叩くときは徹底的に叩く性分でございますの。お願いしますわ。僕にお任せなのです。さすがにくっつきすぎたでござるよ。もう手洗いはどこでござるか？僕もニャリンよ。オープンでなくクローズドの方でござる。よーリプレイ発信ニャリン。おトイレはどこにゃ？見つけたにゃ。緊急発信スクランブルにょ。
これでは妙が出せぬでござる。どうしたものやりか、毎通し。こうなっては、全部の種類に。さすがに女子トイレはまずいでござるか。今日のお客さんに女子はいないニャリン。コロンブスの卵でニャリン。はあ、はあ、背に腹は変えられぬ。まだ待て。み、男子便所がちょっとデンジャラスにゃので、ちょっとおトイレをお借りしたかっただけなのにゃ。にゃー。み。でもやっぱりいけないことでござるよな。どうし諸君。ここからどういてござるか。すぐに着きますです。ケイチ君、締めだよ。ビシッと言ってね。おうよ、任せておけ。このデッコワンの非常時に悪人ども、この扉から一歩外へ出ることがどういうことになるか分かってるんだろうな。それはどういう意味にゃ。ほら、チケットに書いてあるよ。途中退店無効って。どこのおトイレに行くのも自由でございますがね、その扉を一歩でも外へ出たなら二度と戻れませんのよ。覚えてろ。そんな怖いこと言う人たちを案内したくないのです。本日はご来店誠にありがとうございました。アイシャルリターン。
一人じゃ歯が立たねえ連中もメンバー総登場ならまさに一網打尽だな。この程度の相手なら私たちは一人でもお相手できましたよ。圭一さんも少しは腕を磨き遊ばせ。でもみーちゃんの妹さんを守れて本当に良かったね。もうこれでいたずらする悪い人たちは一人もいなくなったよ。素敵な友人に恵まれたわね、園崎さん。私のために？その…うわぁ、しーちゃんもかわいい。双子なんだね、ハウ。わかってると思いますけど、園崎さん、とても感謝してますよ。私もホールを代表して感謝いたします。お疲れ。守備は上々か？ずいぶん遅かったな。ごめんなさいなのです。帰りに迷子になってしまって大変だったのです。リカちゃんは変な道を通ることが多いからね、よく迷子になるんだよ。手がありましたよ。リカにはそんなの負けないような長所がたくさんありますわ。それもそうだな。さっきの女子トイレのあの表情、役者だったな。あの時の圭一はひどいのです。自分が彼らの立場だったら僕を弾き飛ばして女子トイレに飛び込むとか考えていたのです。うわまた俺、考えが顔に出てたのか。ケイチくん、ふぅ。いや、そら、ごちそうさまなのでした。今日は呼んでもらえて嬉しかったのです。あら、もう帰りますの？もうちょっとゆっくりしても。タンスのお片付けの途中だったのですよ。あのままではお布団が敷けないのです。ああ、それもそうですわね。電話した時はお部屋の片付け中だったんだよ。でも駆けつけてくれたんだよね。まあ非常時だから仕方ありませんわ。それに甘いものをいっぱいいっぱい食べさせてもらいましたですから、とても喜んでいますよ。今日はありがとな。急に呼び出しちゃって。
シオンによろしくとお伝えなのです。では失礼しますわ。レナさんはどうぞごゆっくり。うん、そうするね。じゃあね。二人は帰っちゃいましたか？なんか片付けの途中だったとかで帰っちゃったよ。先輩に話を聞きました。なんだか私のためにいろいろご迷惑をかけてしまったみたいで。全然迷惑じゃないよ。他ならぬしーちゃんのピンチだしね。あ、いいよね、しーちゃんで。みーちゃんとお揃いで可愛いかなって。あ、まあどうぞご自由に。照れてるだけだよ。でも本当にそっくりだね。双子ってよりももう一人のみーちゃんみたいな感じ。外見は似てるけど雰囲気っていうか中身は全然違うだろう。そういう双子も面白いと思うけどな。ケイチ君はそう思う？中身もそっくりだと思うよ。レナさ、今日言ってたろ、ミオンが傷つけられたなんて話。そんな話したかな。だからとぼけるなよ。確かに言ったよ、今日の学校からの帰り道で。もし仮にそういうことがあったとしても、それは俺には悪意はなかったんだよ。うん、きっとそうだと思う。ケイチ君に悪気はなかったと思うな。しないでほしいんだけど、別にレナは怒ってるわけじゃないよ。ただそのなんていうのかな、難しいなって。俺に落ち度があるならはっきりそうだと言ってくれないか。俺は自分でも呆れるほど鈍感なんだ。謝るべきことがあるなら少しでも早くそれに気づいて謝罪したいと思ってる。
別に圭一くんに落ち度なんかなかったと思うよ。考えようによってはずるいのはみーちゃんの方なのかもしれないし、ずるいのが女の子だって居直るのもまたずるい気がするし。頼むよレナ、ミオンは俺の最高の仲間の一人だ。遺恨を残してなんか付き合いたくない。だから教えてくれよ。俺は何を傷つけてしまったんだ。ダメだよ、こういうのは自分で気づかなきゃ。それに気づけないからこうして頼んでるんだろう。すまん、頼む、ちゃんと考えるから。しーちゃん、髪の毛を上げて結んだらみーちゃんと見分けつかなくなるんだろうね。うん、そうだな。じゃあさ、みーちゃんが髪をほどいたらやっぱりしーちゃんと見分けがつかなくなるのかな。多分な。でもそれとこれと何の関係があるんだよ。もしもだよ、双子の妹なんて話は嘘で、あれは妹のふりをしてるみーちゃんだったらどう思う？質問に質問で返すようで悪いけどさ、レナの言う通りミオンがシオンのふりをしていたとして、それは何のためだよ。そこを考えてほしいな。ヒントにしては多すぎかも。お買い物があるからそろそろ帰るね。しーちゃんには挨拶もせずに先に帰っちゃってごめんって伝えておいてもらえるかな。ああ、伝えておく。ごめんね。え？レナって怒りんぼなの。怒ってごめんね。ケイチ君だけが悪いわけでもないのに。そんなに気にしてないことだと思うの。だからなかったことにして忘れちゃってもいいと思うんだけど。でもね、同じ女の子としては圭一君に自分で気づいて自分で謝りに来てほしいなって夢を見ちゃうの。はっ、お待たせしました。やっと終わりました。今日は本当にありがとな。どれもすごい美味しかった。みんなも喜んでたよ。いえいえ、そんな。でも喜んでもらえて嬉しかったです。あれ、さっきの女の人も帰っちゃったんですか？買い物があるって言って帰ったよ。
先に帰って申し訳ないって伝えておいてくれって。そうですか。じゃあ私たちも表に行きません？たとえオフでもバイト先は緊張しちゃいますから。なんだか暗くなってきちゃいましたね。もっと早めに終わらせてもらえる約束だったのに。でもいいかな。ちょっとでもこうしてのんびりお話しできる時間が取れたから。さて、自己紹介からしようかな。初対面はいきなりお姉と間違えられるという衝撃的な出会いだけで、互いに挨拶もしてないですからね。私、園崎シオンと申します。お姉と似てるのは外見だけなんですよ。お姉は大雑把で暑苦しい人なんだけど、私は几帳面だけど涼しい人なんです。シオンは俺のことミオンからなんて聞いてるんだ？お姉はケイちゃんのことお気に入りみたいですから。饒舌にいろいろと喋ってくれますよ。部活の話とか、やられたとかやり返したとか、そんな男の子みたいな話ばかりです。本当に仲がいいんですね。ケイちゃん、さっきからなんだか楽しくなさそうですけど。え、あ、いや、そんなことないよ。隠し事が下手なくせに嘘つこうとするんですよね。だから憎めないんですけど。だと思いません？男の子でも綺麗に感じます？へえ、綺麗だな。ケイちゃんってこういうの初めてですか？ああ、初めてだよ。こんな小物のお店なんか、こうして連れてきてもらわなかったら一生入らなかったな。そういうのじゃなくて、そのこういう感じの。いいじゃないですか。女の子と腕を組むくらい、そんなに恥ずかしいことなんですか？別に恥ずかしくなんかねえよ。腕が欲しけりゃ
一本でも二本でもくれてやるよ。ほら。ケイちゃんって本当に退屈しない人ですね。お姉のお気に入りってのもよくわかります。 いらねえなら引っ込めるぞ腕。そんなそんな、喜んで拝借いたしますわ。反応を楽しみたいんで意地悪に質問しますけど、ケイちゃん、女の子と腕組んだことあります？林間学校のキャンプファイヤーでってのはなしでです。林間学校を封じられると辛いな。そうだと思いました。そのいたずらっぽい笑い方、本当にミオンと同じだな。お前本当にシオンなんだろうな。ミオンがシオンだって嘘をついてるんじゃないのか。お姉がシオンのふりをしてるかもしれないって思ってます？さっきまでは双子だと思ってたが、悪ふざけの仕方がミオンとそっくりすぎるからな。口ではそんなこと言ってますけど、ケイちゃんはちゃんと私とお姉を区別してますよ。区別ってなんだよ。お姉がこうやって腕を取ってきたら、ケイちゃんドキドキしますか？する。関節技でもかけられるんじゃないかと思ってビクビクする。おいおい、そんなにおかしいことかよ。肩腹押さえて涙溜めるくらいに。いえいえ、そのお姉ってしょうがないなって思ったんです。年頃の男の子と腕を組んで心臓を高鳴らすこともできないなんて、本当に女の子失格ですよね。お姉は男の子に生まれた方が良かったんじゃないかなって思うことありますよ。そしたら私も惚れてるかもな、なんちゃって。ミオンも男の子に生まれたかったなんて言ってたな。お姉は女の子がしたいのか男の子がしたいのか中途半端なんですよね。まあ不吉祥な生き方のツケですからね。放っておいてあげてください。さっきから実の姉に随分な言い方だな。私ミオンのどことなく甘えたところ好きじゃないんです。シオンってミオンとあんまり仲良くないのか？まあそこそこは仲良くやってます。でも姉妹として許せないなってところはいろいろありますよ。あ、あれ見てください。可愛いと思いません？女の子ってどうしてこういうのが好きなのかな。だって可愛いじゃないですか。ケイちゃんは可愛いって思いませんか？俺は男だから特にそういうのは感じないよ。まあまあ、ケイちゃんはこの中で一番可愛いのはどれだと思います？内側に並んでる4つは見覚えがあるな。や
やっぱり有名なんですね。ケイちゃんでも知ってるくらいだから。最近イギリスから入ってきたばかりの新作なんですよ。この辺ではまだ売ってますけど、都市部の方じゃ品切れ状態で、安さがポイントのはずなのに変に高騰しちゃってるそうですよ。女の子っていい年になってもこういうのが好きなんだな。人にもよるでしょうけど、人形とかぬいぐるみとかを嫌いな女の子ってそんなにいないと思いますよ。あの男女のお姉ですら可愛いって言ってましたから。へえ、ミオンも可愛いって言うのか。そりゃすごいことだな。やっぱりあれが一番ですよね。ドレスのふわふわな感じが本当に。それだ、この店のマスターに俺がもらったやつだらしいですね。吉郎おじさんが日曜日のイベントを盛り上げてくれたお礼にって、お姉が連れてきた友達4人に配ったんだそうです。ドレスの人形はケイちゃんがもらったんですね。どうでしたか？とっても可愛かったでしょ？じゃあその人形どうしちゃったんですか？持っててもしょうがないからあげちゃったよ。今日はみんな本当にありがとう。おかげでイベントは大盛り上がりだったよ。大したものじゃないけど、これ今日のおだちんに。あ、吉郎おじさん、私にはないの？おだちん。あらあらあら、かわいいのが出てきましたわよ。ってことは俺のもかな。お、なんだかやたら可愛いのが出てきたぞ。一番似合わないのが出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうかキュートっていうか、可愛いのは認めるんだが着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日からアレな趣味の人扱いだね。うん。
保身のためだよ。レナにあげないと夜道が怖い。違いない違いない。ミオンにあげようかと思ったけどちょっと違うよな。わかってるじゃない。私さ、どうして男に生まれなかったのかなって思う時あるよ。そうだな、ミオンってかっこいい系の方が似合うやつだもんな。だからこの店の手伝いはシオンちゃんが来て正解だったと思うぜ。その制服、ミオンなんかには絶対に似合わないと思うけど、シオンちゃんにはよく似合ってると思うしさ。え、それって、あの…あ、ミオンの双子の妹なんだよ。性格は違うけど、外見はうり二つなんだ。そうそう、外見は似てるけど中身は大違いなんだよ。私は優しくて思慮深いけど、シオンは冷めてておっかない性格なんだよね。多分、生まれた時にミオンの女の子らしい部分は全部シオンに行っちゃったんだと思う。ミオンと違って実にはにかんだ笑顔の似合う可愛い女の子なんだ。本当にいいのか？これタバスコとかがいっぱい入ってるとか、そういう冗談じゃないのかよ。もうお姉じゃないんですから、私そんなことしませんよ。別に嫌なら無理しなくても、帰って自分で食べちゃいますから。不思議でしょ？女の子なんだけど男の子みたいっていうか。でもね、そんなみーちゃんも本当はすっごく女の子らしいんだよ。レナ、お前ミオンにいくらもらったんだよ。違うの。もうちゃんとした話をしてるんだよ。だよ。兄ちゃんは部活の部長さんだから、みんなのリーダーとして頑張ってるけど、本当はとっても可愛い女の子なんだよ。それ、特に圭一くんには忘れてほしくないの。ちゃんに悪気がなかったのは分かってる。分かってるつもり。うん。圭一くんは人を傷つけるような人じゃないよ。だからみーちゃんが痛みを覚える必要なんか全然ないんだよ。じゃあ何なんだろうね。悔しいのか、それとも悲しいのか。
全然わかんなくて。欲しかった？あのお人形。レナがもらったのをあげても何にも解決にならないもんね。そうだね。じゃあみーちゃん、ケイチくんにおねだりしてごらんよ。正面からぶつかってみた方が結構解決できるかもしれないよ。そんなのできるわけないじゃない。今さら恥ずかしくてできない？ミオンじゃない私で、もう一回やり直したい。そうしたら、今度はもっと素直になりたい。ミオンとしてのケイちゃんとの関係はとても気に入ってるよ。わがままだと知ってるけど、もう一回。きっと気づいてくれるよ、ケイチくん。そうかな。レナも応援するから、兄ちゃんの悲しみが軽くなる方法を探してみようよ。私を信じて。兄ちゃんを泣かせたりなんか絶対にさせないから。信じる、信じる。きっとケイチくんは兄ちゃんのことも分かってくれるよ。それでね、無神経なことを言ってごめんねって言って、あのお店にみーちゃんを連れて行って、あのお人形をプレゼントしてくれるの。うん、うん。そうしたらみーちゃんもありがとうって言うんだよ。茶化しちゃダメだよ。素直に言うんだからね。欲しいなって言ったら、ケイちゃん、買ってくれます？いいよ、ミオン。今日までのお礼ってことで、どれでも買ってやるよ。私、ミオンじゃなくてシオン。じゃあシオン、シオンに買ってやるよ。本当にいいんですか？あのドレスのだけはちょっぴり高いんですよ。値段の問題じゃないだろう。気持ちの問題だよ。私、今日はケイちゃんに嫌なお客さんから助けてもらえて本当に嬉しかったです。先輩たちもみんな助けてくれなかったのに、ケイちゃんだけは助けてくれました。私の肩をグイって引っ張ってくれましたよね。あの時すごくかっこよかったです。なのに私、恥ずかしくってちゃんとしたお礼もできなくって。そんな難しいのは抜きでいいよ。あの時あげてればよかったんだ。そうすればみんな楽しく笑ってられたんだ。今買ってくるよ。そこで待ってろよ。私も一緒に行きます。お姉がどうしてケイちゃんのことを好きなのか、私よく分かった気がします。ねえ、
ケイちゃんのことちょっぴり好きになってもいいですか？すみません、表のショーウィンドウにあるドレスの人形が欲しいんですけど。ケイちゃん、それに、なんであんたがここにいるの？バイト中のお姉には関係ありません。私、ケイちゃんとデート中なんですから。最初からそうだって言ってますよ。園崎シオンです。お姉の双子の妹ですよ。ケイちゃんだって私のことシオンって呼んでたじゃないですか。どういうことなの？説明してよ、シオン。別に、お姉がご就寝のケイちゃんってどんな人なのかなって思って、デザートフェスタのチケットを都合してあげたんです。そしたらケイちゃん、私が嫌なお客さんに絡まれているところに颯爽と現れて、バッタバッタとなぎ倒して私を助けてくれて。ミオンが電話をくれたろ、昨日さ。しないよ、私何のことか全然わかんない。私、ケイちゃんのためにお弁当を届けてあげたよね。あれは私だもんね。それともあれ、お姉だったの？園崎ミオンともあろうお方が手作り弁当を作って男の子の家に海外しく届けに行ったと。へえ、お姉って見かけによらず大胆。いやいや、知らない知らない。ほらね、ケイちゃん、お姉は知らないって。だから昨日までのは全部私、園崎シオンなの。私のふりをしたお姉かもしれないって思ってたかもしれないけど、これで疑いは晴れたでしょ。さ、店員さん、表のショーケースの人形包んでくださいね。大好きになった人からの初めてのプレゼントだから、ちゃんとリボン付きで梱包してほしいです。そんな、ケイちゃん、何がどうなって。じゃあ行こ、ケイちゃん。もう暗くなってきたから、お家まで送ってあげるね。お姉、悪いけど沖ノ宮の家に電話して車を回すように言ってもらえる？自転車も積めるようにワゴンか何かで来てほしいって伝えてね。ケイちゃん、